ももちのチャンネル。こんにちは、こんにちは、ももちのです。今日はこれ、このリングフィットアドベンチャーをやってみようと思います。パフパフリングフィットアドベンチャーなんですけど、皆さんは見たことあるかもしれないですが、他の YouTuber の方がすっごいしんどいって言って動画いっぱい上げてるので、もしかしたらお尻のトレーニングに効くのかもなんて思いながら、購入してみましたね。多分筋トレしんどくなると、私の日本語がいつも以上に不自由になると思うんですけど、そこは生温かい目で見守ってくれると嬉しいです。よろしくお願いしますね。あとこの衣装だとちょっといろいろはみ出ちゃうと良くないので、ちゃんとしたトレーニングウェアに着替えていこうと思います。では着替えてきます。ももちのチャンネル。リングフィットアドベンチャースタート。お、ブルッ。あ、装着ガイド。はい、では早速装着ガイド、マイナスボタンで詳しくって書いてあるので、そちらで確認してみようと思います。リングコン、レッグバンド、左右のジョイコンを用意しましょう。うん、あとお、レッグバンドの準備です。レッグバンド見ながら装着しましょう。はい、レッグバンドに左のジョイコンをしっかりと奥まで差し込みましょう。青じゃない人もいるのか。メッシュがある側の手ですね。椅子に座ります。椅子がない。レッグバンドを左の太ももの中心に合わせます。左の太ももの中心からずれないように注意してください。バンドを太ももに巻きつけます。はい、こんなもんでしょうか。先端を縦長の穴に通します。穴に通してます。バンドを伸ばし右側に引っ張りながら先端を貼り付けます。はい、ちょっと動いてますね。うん、レッグバンドが装着できました。できました。バンドが緩い場合は締め直してください。緩くないはず。太ももの中心に装着されていることを確認しましょう。続いてリングコンの準備です。はい、リングコン。右のジョイコンをスライドさせリングコンに装着します。カチッと音が鳴るまでスライドさせましょう。リングコンの完成です。はい、プラスとプラスで合うんですね。できた。結構硬い。お、押し込んでください。はい、オッケー。押し込んでスタート。あ、すごい動いてる、連動してる。足もプルプルなってる。すごい。おー、いきます。押し込んでスタート。カーソル移動はこれ決定、キャンセル。はい、お子様がプレイするときは保護者の方が必ず付き添ってください。十分な準備運動を行ってから無理のない範囲でプレイしてください。強い痛みや異常を感じたらすぐにプレイをやめてください。わかりました、次へ。では早速アドベンチャーからやってみようかな。ファンタジー世界を冒険しながら楽しく続けられる長期間フィットネスプログラム、いいですね。やっぱりフィットネスとかもやっぱ一瞬やるんじゃ意味なくって、やっぱ継続は力なりですね。ではやっていきます。十分なプレイスペースを取ってください。 OK、 次。こんにちは。リングフィットアドベンチャーへようこそ。これから冒険をしながら楽しくリングフィットネスしていきましょう。突然ですが、リングフィットネスをする上で大切なことがあります。
それは正しい姿勢で行うことです。わかる。同じトレーニングをしているつもりでも姿勢を間違えると効果半減です。そうです、変な癖もついちゃうしね。腰とか膝とか体痛めることもあるので大事ですね。ではここで正しい姿勢のプロをお呼びしましょう。誰だ、はい、紹介します。パン、みぶりさんです。手振りさん、シュー、手振りしてくれてる。みぶりさんが手振りしてくれた。みぶりさん、はい、みぶりさんは正しい姿勢を実演してくれます。正しい姿勢を身につけるとより質の効果、より質の高い効果が期待できます。素晴らしい。みぶりさんも真似て効率よくリングフィットネスしましょう。はい、まずは基本体操を練習してみましょうか。してみましょう。みぶりさんを真似してカーソルを上下させ、できたを選択してみましょう。できた。できない。できないができなかった。できた。できない。あ、手首も一緒に回すのが結構ポイントっぽいですね。できた。はい。で、はい。いいですね。その調子です。もう一度カーソルを動かす練習をしてみましょう。できない。できた。できない。できた。下に下ろすときに手首をこうやる感じがいい。上に上げるときに手首をこう返す感じがすごい反応が良さそう。基本操作はバッチリですね。ありがとうございます。はい。リング操作がしづらいときは、ジョイスティックじゃない。方向キーのスティックとボタンで操作もできますよ。はい。それではあなたに合った運動負荷を決めたいので、いくつか質問させてください。ほい。あなたの性別を教えてください。多分女性だろう。女性ですね。次はあなたの年齢を教えてください。年齢ですね。はい。これじゃ、これか。え、違った。あ、そういうことか。間違っちゃった。下げるところだった。ですね。同年代と比べるとあなたは普段どれくらい運動してる方ですか？そこそこ運動してるんじゃないかな。はい。そこそこ運動しているですね。どれぐらいハードなフィットネスを求めていますか？ハードなほど体への効果も、ハードなほど体への効果も期待できます。では、ガチンコ！いけるかな？みんなヒーヒー言ってるやつ。かなりのきつさなので覚悟を持って挑みましょう。その分高い引き締め効果も期待できますよ。頑張る！なるほど、なるほど。あなたのことが分かってきましたよ。運動負荷の計算中。あなたに合った運動負荷を決定しました。設定しました。はい。きつすぎたり楽すぎたりしたら、毎日調整しますので安心してくださいね。ほい。次はあなたの体重を教えてください。カロリー計算に使用します。ほい。多分、あ、体が拒否している。ですね。次は運動モードの選択です。リングフィットネスではその場でジョギングを行いますが、足踏みの心臓が気になる場合はサイレントモードで運動することも可能です。どうしようかな。ちょっとね、今日は時間が遅いので、まあ大丈夫だと思うんだけど、サイレントモードの説明を聞きましょう。通常モードではあなたのジョギングをすると主人公もジョギングしますが、サイレントモードだとあなたの屈伸運動によって主人公がジョギングします。これですね。いいじゃん。みぶりさんが実演してくれてますね。こんな感じの屈伸運動です。はい。足踏みのジョギングはできなくなりますが、音や振動を減らすことができます。ありがたい。どちらの運動モードでいきましょうか。じゃあサイレントモードでいきましょう。サイレントモードに設定しました。はい、前メニューでいつでも変更できます。ありがたい。はい、次はリングコンとレッグバンドをあなたの力に合わせて調整しましょう。はい。あなたの押し込む力、はい、リングコンの設定、あなたの押し込む力、引っ張る力に合わせてフィットネスに最適なリングコンの力設定を行います。はじめは押し込む力の測定です。これから表示されるお手本の真似をしましょう。リングコンを両手で持ち前に向けましょう。
全力でリングコンを内側に押し込んでください。あー！ OK です。はい、続いて引っ張る力の測定をします。表示されるお手本の真似をしましょう。リングコンを両手で持ち前に向けましょう。全力でリングコンを左右に引っ張ってください。ありがとうございます。あなたの力の強さに合わせてフィットネスに最適なリングコンの力設定にしました。ありがとうございます。はい、レッグバンドの設定サイレントモードバージョン。次にあなたのサイレントモードの動きに合わせてフィットネスに最適なレッグバンドの設定を行います。はい、左の太ももにレッグバンドがしっかり巻かれているかを確認し、これから表示されるお手本の真似をしましょう。足を軽く開いてまっすぐ立ちましょう。膝を上下に軽く揺らしてください。 OK です。 OK。はい、では続いてサイレントモードの速い動きを測定します。次、レッグバンドがしっかり巻いているか再確認し、表示されるお手本の真似をしましょう。足を軽く開いてまっすぐ立ちましょう。膝を上下に速く揺らしてください。あ、でもなんかこれでもちょっとあれかもしれない、音が、それでも音がちょっと気になるぞ。はい、レッグバンドの設定サイレントモードバージョン、ありがとうございます。あなたの動きに合った、フィットネスに最適なレッグバンドの設定にしました。ありがとうございます。なお、これらの設定はマメニューでいつでも変更できます。次、お疲れ様でした。さあ、大事な、あ、さあ、最後は大事なダイナミックストレッチです。ってなんだこれ。運動する前はダイナミックストレッチがおすすめです。ダイナミックストレッチとは、体を大きくリズミカルに動かして行うストレッチで、筋肉の温度を上昇させて関節可動域を広げることで、運動前のウォーミングアップに最適な効果、適した効果が得られるとされています。あ、ストレッチといえば静止でゆっくり伸ばすものをイメージしていますよね。このようなストレッチは運動後にはいいですが、運動前に行うとパフォーマンスを落とすと言われています。このストレッチに比べ、あ、みぶりさん死んだ、みぶりさんが死んだ。みぶりさん聞いてますか？起きてた。生きてた。よかった。聞いてますか？はい。では実際にやってみた方が早そうですね。はい。よろしくお願いします。でもちょっとその理屈も聞きたかった。うん。でもね、なんか知ってる。あの、伸ばすストレッチとかっていうのはね、あんまりね、人によって伸ばしていいとこと伸ばしちゃいけないところがあるらしい。まあそこはまた割愛して。はい。では、はじめは難しいかもしれませんが、みぶりさんの真似をしてやってみましょう。はい。今からダイナミックストレッチを始めます。みぶりさんは鏡に映った自分だと思いましょう。はい、それではミュージックスタート。みぶりさんに合わせて動きましょう。3、2、1。はい、膝を交互に上げリングコンにタッチしましょう。前かがみにならないように気をつけましょう。関節の可動域、股関節が、はい、OK、あ、違った、一回多かった。次は肩の上げストレッチ、はい、内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。うん、あ、でもふらつく。上を向くように意識しましょう。ラスト1回、はい、はい、OK です。続いて背伸ばしストレッチ、大きく踏み込んで腰を落とします。あ、なるほど、ランジみたいな感じかな。膝が前に出すぎないように気をつけましょう。体幹のトレーニングにもつながります。そうですね、確かにお尻のトレーニングにもなる。はい、終わり。最後は足を開いて体側ストレッチ、リングコンを持ち上げて体を横に倒します。早い。体が後ろに反らないように注意しましょう。はい、息を吐きながら体を倒しましょう。ラスト1回ずつ。あ、すごい、すでになんか手に汗かいてきたぞ。お疲れ様でした。部屋が暑いのかな。はい、ダイナミックストレッチお疲れ様でした。さあ、いよいよアドベンチャーの世界に出発です。心の準備は OK ですか？タオルや水の準備はいかがですか？
はい、では主人公の見た目を決めて冒険のスタートです。ファイト。どうしよう、女の子がいる。あ、すごい勢いがいい。何がいいんだろうね。でも色白が羨ましいから、これ目の色何がいいんだろうねじゃあピンクっぽいからこれにしよっか。はい、では決定。なんか言う。はい、これからアドベンチャーの世界に入るためのオープニングムービー5分が始まります。今見ますか？今見る。